ももかです。きめかです。ひろこです。ピンピンラテ DB 始まるよ。イエーイ。はい、今日は3人でお送りします。します。今日の企画は、ひめかとももかの私服チェンジです。イエーイ。テイストがね、大人カジュアルなイメージがある。めっちゃガーリーな感じ。でもなんかタモリスポーティー、結構ね、服とか好みはめっちゃ似てるんですよ、好みは似てる。でも、細かいところはちょっと違うかなみたいな。今から陳述をするんですが、その前に自分の私服の紹介をしようと思います。どうぞ。私の私服はこんな感じです。はい、今日もカジュアルです。ポイントはまずこの V ネックのちょっとゆるっとしたニットの中に、これは多分前の私服紹介の時に中に着れたやつで、それを中に着ることで首にポイントがあったりとかするのを V ネックの中に着ればあったかいしエロくならないからいいなって思います。このスカートはボタンがずれてて、このニットは前だけ入れてます。ブーツはすごいヒールが高いんですけど、黒いブーツで最近買いました。時計が結構ポイントなんですけど、900円です。ちょっと高見えするかなって思ってブラウンのこういう時計をつけてます。で、イヤリングはこれも結構前の前の私服紹介の時と同じイヤリングです。着回しするのが好きなので、アイテムをいろんなコーデに持ち込んで全然違うコーデにするっていうのが好きです。こういう感じの私服でした。ひめかです。じゃあ今日のコーデはこんな感じです。帽子は小学生の時に買ったんですけど、結構大人っぽいので、エンジ色っていうのは結構差し色になるので、チュールも可愛くないですか、リボンのチュール。ワンピースのこのチェックにエンジ色が入ってるんですけど、それと合わせました。次ワンピース、オフィシャルです。可愛いでしょ。丈が膝下なので、肩開いててもあんまり露出っぽくは見えないかなと思います。ベルトがね、なかったらちょっとヤボって感じになるんですけど、ベルトしたらスタイルアップです。ブーツはすっごいクリモモちゃんと似てるんですけど、ヒールも高くて、なんと島村です。島村ほんと便利。バッグはジェル・スチュアートなんですけど、ムック本です。中1で高いもの、いいものを買うのはちょっとね、誕生日とか特別な時だけにした方がいいと思います。そんな安っぽく見えなくないですか。結構入るしね。色もグレーとかにこういう茶色っぽいのはすごい合うので、全体的に色は統一しました。差し色もすごい目立つ色じゃなくて、馴染んだ色で差し色を作りました。以上です。はい、はい、というわけでチェンジしてきました。どうですか。お互い交換した方が似合ってるんじゃないか。違和感ないよね、何にも、うん、私の私服にこれがあっても全然違和感ないと思う。なんかこっちの方が似合ってる、こっちの方が似合ってるよね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。みたいな感じで、ひろこは変わってないけど、そうそうそう、ひろこはもうね、意志が強いから。こんな感じになりました。どう思われますか。ガーリー、カジュアル。というわけで私服チェンジでした。前だけいいが難しくてですね。あー、わかるわかる。よくさっきそんなうまくいったのって。そう、顔が似てるから。ちょっと顔が決まった。兄弟なんですよ。そうなんですよ、双子だったりして。私は三つ子なんですけどね。ああ、そうそうそう、だからちょっと顔の系統が似てるから、全然なんか、タンスごと入れ替えても多分違和感ない。確かに、このまま帰りたい、これで帰りたいぐらい。お母さんが好き、これ絶対絶対お母さんこれ好き。こういう格好しようってめっちゃ言ってくるから。ゆいかのお母さんもそれ好き。いいとこお嬢様みたいな感じです。ザ私服、気分もアゲアゲ。はい、というわけで、皆さんどうでしたか？ このコーデも参考にしてください。というわけで、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。やっちゃやっちゃ。